県内ではほとんどの海水浴場で海開きが行われていますが、下田市では今日、柿崎海水浴場が海開きを迎えました。一方、海水浴場をめぐっては連日の猛暑などの理由で海を訪れる人が減り、海離れが進んでいます。こちらが下田市の中心市街地からほど近い柿崎海水浴場です。今日、海開きを迎えました。県内で最も遅い海開きを迎えた下田市の柿崎海水浴場。この海水浴場は去年25年ぶりに復活し、9日間だけの開設でしたが、今年は15日までの15日間に延長されました。新型コロナウイルスの感染状況が落ち着き、利用客の増加が期待されていました。しかし、去年より人は少なく感じない？感じる。だけど友達と来る時があるから少なくても楽しい。訪れる人は少なく、寂しい海開きとなりました。世間的には暑すぎということで出控えということも聞いておりますが、ここについてはまだ初日ということと、去年ですとやっぱお盆の時期に地元のホテルのお客様とかが来られておりますので、そこら辺がピークになるかと思ってます。県内の海水浴場では2016年以降、海水浴客の数の減少傾向が続き、コロナ禍の2021年におよそ46万人に落ち込みました。その後は回復傾向にありますが、今年の大幅な増加は見込めそうにありません。伊豆半島でも屈指の美しさを誇る白浜大浜海水浴場。この海水浴場も集客に苦戦しています。今年はちょっと昨年よりもだいぶ減っているような感じがします。去年は平日2000人から3000人、週末は1万人を超えることもありましたが、今年は400人しか来ない平日があったということです。週末も6000人程度で客足は伸びていません。いろいろ要因はあると思うんですけれども、猛暑っていうのもまず一つ、暑い時に出てこないっていうのもあるとは思うんですね。今年はコロナ禍が明けたのでね、皆さんなんか遠くの方へ行かれているのかなっていう印象もあります。伊豆白浜観光協会などによりますと、最近は熱中症の警戒アラートが続き、外出する人が減っていることに加え、新型コロナの5類移行で首都圏から遠方に行く観光客が増えたことが海水浴客が減っている理由だとしています。書き入れ時となる今月中旬のお盆休みで客足が戻るのか、関係者の心中は期待と不安が入り混じっています。